はい、では行きましょう。まずは、最初にこのように書いてあります。次の疑問文に括弧内の語を使って答えましょう。で、主語と動詞を使って答えること。で、この主語と動詞って出てくるとちょっと難しく感じると思うんですけども、そんなに難しくはないので一緒に考えていきましょう。はい、では行きます。まず1番からですね。ちょっとこちらが端ギリギリになっているので少しちょっと移動しますね。すいません。はい、では行きましょう。まず、1番、Who plays tennis って書いてあって、誰がテニスをしますか。この Who を誰がって訳せるときは疑問詞が主語になっているということですよね。これは1の方のプリントで説明しているので、まだ見てない方はそちら見てください。で、Who を誰がって訳せるときには、ここが主語なので、トムをここに入れてあげて、で、普通だったらトム、プレイズテニスっていうふうに答えてあげます。ただ、このような場合は、このように答えると。トム、ダーズ。で、このトムの後ろに、do か does か did ですね。そのどれかを入れると。で、今回は、この3単元の S に注目して、does を使うと。で、このようなものは、代動詞と言います。代動詞の代は、変わるっていう字ですね。変わるに動詞って書いて、代動詞っていうふうに言います。本当はこのダーズはプレイズテニスなんですけど、それをこのダーズが一つの単語で表してくれているということになります。で、今回はこのトムとダーズで主語、動詞になります。これで OK なんです。このように答えていきます。はい、では2番に行きます。はい、2番、Who plays tennis? 同じ文ですね。誰がテニスをしますか?I で答えます。そうすると、この I を Who のところに入れてあげて、I の後ろに Plays っていうふうに使うとおかしいですよね。I には S つけないですよね。なので、この場合は Does ではなくて Do を使って答えます。まあ、一度 I をここに入れてあげて、I play、これ S いらなくて、I play tennis。で、その play tennis を Do に置き換えるということですね。ここに入るのは do か does か did のどれか。で、その上の文の時制ですね。現在形、過去形。あとはその文の主語を見て、このように決めていくということになります。はい、では3番に行きましょう。3番。Who played tennis? 誰がテニスをしますか?あ、しましたかです。ごめんなさい。過去形ですね。誰がテニスをしましたか?また先ほどと一緒で Who が主語になっています。で、Tom をここに入れてあげるということなんですけど、本当だったら Tom played tennis なんですけど、過去形の一般動詞なので、この場合は did ですね。Tom did のようになります。これで主語と動詞になります。はい、大丈夫そうでしょうか。では次行きましょう。4番。Who is playing tennis? 誰がテニスをしていますか?この Who も誰がっていうふうに訳すので主語ですよね。疑問詞が主語。で、ここにこの Tom を入れてあげて Tom is playing tennis っていうふうに答えるのが、まあ、普通なんですけど、 be 動詞の後ろは省略してしまうということで答えは Tom is になります。Tom is。本当はプレイングテニスってあるんですけど、それを省略して B 動詞までで文を終わりにしてしまうということになります。はい、では次行きましょう。5番。Who was playing tennis? 誰がテニスをしていましたか?この Who のとこに I を入れてあげますよね。で、I was playing tennis っていうふうにできるんですけども、B 動詞の後ろは省略してしまうので、I was ですね。このように答えます。はい。では次行きましょう。6番。Who is playing tennis? 誰がテニスをしていますか?で、Tom and Meg を使って答えます。この Who の場所に Tom and Meg をこう入れてあげます。本当だったら Tom and Meg で is を使うとこなんですけど、B 動詞が is 使えないですよね。
これはトム&メグに合わせて B 動詞を are を使うということになります。2人以上になったので are ですね。で、後ろの playing テニスは省略してしまうということになります。はい、次7番に行きましょう。7番、 What is in the box? 何が箱の中にありますか。 What を何がって訳すので疑問詞が主語になっています。その時には先ほどと同じような答え方をします。 My pen をこの What のところに入れてあげて My pen is in the box なんですけど、 B 動詞から後ろは省略してしまうのでこのようになります。 My pen is ですね。これでもちろん主語動詞になっています。はい、最後8番ですね。 What was in the box? 何が箱の中にありましたか。で、 My pens っていうふうに答える場合にはこの My pens をここに入れてあげますよね。で、 pens って複数形の S ついてるのでこのまずこのままでは使えないということになります。よって答えは My pens were ですね。わずじゃなくて were を使うと複数形になっているのでということです。はい、大丈夫そうでしょうか。まあ、この疑問詞が主語になっているっていうものに関しては結構難しく感じると思うんですけども、このようにポイントをしっかり押さえておけば大丈夫なので、もしまだ分かんないとこあったらちょっともう一度復習とかしてもらうと大丈夫だと思います。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。